NGT48 のゲームルーム、イエーイ。さあ始まりました NGT48 ゲーム部のゲームルーム、まずは自己紹介したいと思います。はい、部長の西形まりなです。よろしくお願いします。部長まりなさん、そしてはい、ゲーム部の、なんか頭脳の人らしい三村です。三村ひろです。よろしくお願いします。はい、続いて、はい、ゲーム部の佐藤海里です。よろしくお願いします。イエイ。耳がとっとってる、立ったそして今夜もゲストが来てくれています。この方です、どうぞ。はい、新井リリノです。よろしくお願いします。わー、リリノちゃん、ありがとうございます。はい、この番組は NGT48 ゲーム部のメンバーが様々なゲームタイトルに挑戦してゲームのスキルを向上させるとともに、うん、ゲームの楽しさを発信していく番組です。そして初めてショールームをご覧になっている方は、まずは無料のアカウント登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして今回はバレンタインデー間近ということで、うん、はい、私たちが可愛いカチューシャをつけて仮装しています。はい、してます。バレンタイン、バレンタイン、はい、ということで、はい、さらにもう一つバレンタイン企画として、はい、本日の番組エンディング時点のユーザーランキング上位5名の方に私たち4人のバレンタイン仕様のサイン入りチェキをプレゼントいたします。イエーイ、イエーイ。はい、ぜひコメントやギフトで番組に参加してチェキをゲットしてください、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、リーノちゃん初のゲーム部ですよね。はい、どうですか。ようこそ。ようこそ。ありがとうございます。もう、うん、緊張、嘘でしょ。待って、待って、初めてのパターンだよね。緊張ですか。あんまね、いなくて、そうゲーム部。そう、なんか、うん、私ゲームがあんまり得意じゃないみたいな、こうイメージもそうですし、実際得意な方ではないんですけど、そうなんだね。なのでまさかゲーム部さんに呼んでいただけると思います。すごい、すごい、そんな緊張して、ありがとう、してもらって嬉しい。なんか確かにファンの方からリリノがゲストだよっていう告知がされた時に、え、リリノちゃんゲーム大丈夫みたいな。そんなにいいと思うんだ。イメージはね、なんか弱いかもしれない。唯一するゲームとかある？イメージするゲームは、ゲームとか、あの、うん、なんていうんですか、リズムゲームを、音ゲーとか、そういうのは、はい、あら、やってました。ひなちゃんと同じジャンル。そうだね。そうですね。そうなんだね。音ゲーやる？今からでも。やりたいぐらいですね。やりたいけれど。そうなんだね、よかったよかった。じゃあ、はい、ゲーム部の配信は見たことは あります。あるの、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、よろしくお願いします、ね、はい、じゃあゲームに行っちゃいましょうか。はい、はい、本日の最初のゲームは、キャット&チョコレートです。イエーイ、イエーイ、イエーイ。ということで説明お願いします。はい、キャット&チョコレートはイベントカードに描かれたピンチな状況を限られたアイテムカードを使ってどう回避するか即興で発表し、うん、他の人が回避の成功おわ失敗をジャッジするカードゲーム。ー、自由な発想と強引なこじつけでみんなを納得させることができるかが鍵となります、はい、ね、じゃあやっていきますかね、はい、確かにバレンタインね、なんだ、チョコレートの名前がついたカードゲームだね。そう、まあね、見たらわかる、ね、はい、そうだね、見たらわかるかな、とりあえずやってみよう、はい、はい、うん、そうですね、まずじゃあ、はい、まずじゃあチームカードから、お、はい、分けていきますかね。チームカードがあります、はい、このチームカードっていうのは、うん、あのさっき言った通りキャットとチョコレート、はい、キャットチーム、チョコレートチームがありまして、チームがあります。でこれ、私たち目を伏せた状態、はい、目を伏せたというか、カード伏せた状態 で中身がわからない状態でそれぞれに、ね、配られます、うん、でゲームの最後までどっちのチームに所属してるかは分からない。分からない。なので2対2のチーム戦なんですけど、はい、でもジャッジしなきゃいけないので、はい、なるほど。そう、それがね、どっちか分からない状態になるので、うん、じゃあ皆さん引いてください。はい。で見ずに、見ずに。で見せずに、見せずに。はい。見せずに。自分で分かるところに見せずに伏せて置いておいてください。はい、これはゲームの終わり際に分かる。そうです。オープンするのね。はい、なるほど。はい。ということで、で、はい、続きまして、アイテムカードを配ります。はい、アイテムいろんなものがあるんですけど、うん、
これも1人3枚ずつですね。じゃあ、はい、ありがとうございます。お伺いします。これは見てもありがとうございます。自分で見てもいいんですよ、はい、こじつけるやつ。そう、このカードの中身をこう使ってこれからお見せする、はい、まあ、トラブルみたいなもの。そうですね、はい、理由がね。そうなんです。はい、はい、まあ、ちょっと大喜利チックな感じといいますか。そうですね、はいはい、そう結構ね難しいんですけど、まあ、楽しくワイワイと、うんうん、やっていきましょう。やっていきましょう。はい、やっていきましょう。早速、うん、じゃあ順番もね。順番どうしますかね。順番とかで決めます？で、じゃあ私とマリナさんが。あ、そうね。あ、そうですね。最初はグーじゃんけんぽい。あ、お。ってことはどっちにします？じゃあ私から。お、行きたいと思います。じゃあ、はい。じゃあちょっと遠いので私が見返していただきます、ね。ありがとう。はい、お願いします。はい。最初の。最初のトラブルはこちら。トラブルは。トラブル。なんだ？なんだ？デートの前なのに餃子を食べてしまった。あ、これを、ダメなの？このね、上にね、山札餃子の上にこの数字がね書かれておりまして、はい、これですね、うんうん、この数字の枚数のアイテムカードを使って、うん、この餃子のデートをね、どうにかして成功させるっていうのがこのゲームでございます。 OK です、はい、じゃあ、はい、早速じゃあこじつけ、はい、じゃあ行きますね。はい、デートの前なのに餃子を食べてしまった、はい、どうしよう。じゃあその日のデートはマスクをして仏像を2人で見に行く。おー、2人喋らない。え、仏像を見に喋らないのか。はい、大丈夫ですかね。はい、はい、じゃあこれを私たち残りの3人がこれはトラブル成功したか、はい、回避できたかっていうのをジャッジしていきます。はい、いいですか。せーの、オッケー。あ、やった。じゃあポイントの、はい、いただきます。これ過半数でしたっけね、確か、うんうん、うんうんうん、そう、手を挙げたプレイヤーの方が多ければ成功なので、はい、じゃあ2枚また挙げたらね、はい、ます。じゃあ、はい、次いきますね。次のトラブルは、トラブルはこちら、じゃん。ん、苦手な相手から遊びに誘われた。うわ、どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうするんだ。苦手な相手からひなちゃんはどうしむのか。マリナさん仏像好きなんだって言われてます。それは違います。それはアイテムのカードもね、そう、そう入ってたので。そうなんです。はい、どうしようかな、うん、じゃあちょっとカード2枚なので、はい、これでいきます。苦手な人から遊びに誘われた、どうしよう。ちょっと昨日ワイン飲みすぎちゃってさ、おうおう、もう朝から頭痛くて薬ずっと飲みっぱなしでちょっときつそう。おー、ごめん。いいね、いいね。で、いけます、うん、はい、じゃあせーのでやってしましょう。せーの、イエーイ。 OK です。はい、ありがとう。これはすごいね、二日酔いみたいな感じがね、二、うん、はい、日酔い、ね、回避できます。上手、うまい。じゃあ2枚引いて、はい、じゃあ続いてがリーダーのちゃん、はい、引きます。はい、うん、あ、いいよ、引いちゃって、はい、うん、じゃあ次の、はい、こちら、お、うん、うわ、ガス欠だ。おガス欠だ。どうしよう、車持ってないもんね。そうですね、ガス欠だ。どうする、どうしよう、どうするの。2で2枚で説明、2枚で説明、はい、どうするか対処。ガス欠、ガス欠ってこと？そう、そういうこと？あ、どういうこと、どういうこと、何のガスだと思って。ガス、何だろう。ガス欠、ガス欠、やばい、進まない。何だろう。ガソリンがないってことですよね。多分そうですよね。よかったよかった。ガソリンないとき確かにどうするの、うんうん、はい、じゃあ、お、ガス欠だ、いきます。かわいい。どうしよう。とりあえず、ドライヤーで空気を送ってみて、風とともにマッチを使ってガスを作り出そう。なんかすごい。あ、でもなんかできそうかなぐらいの希望は見せられてくる。でも飛行機みたいにロケットとかさ、飛ぶとき火出るから。ちょっとよくわからない。ちょっと待って、ちょっと待って、まあ、でもなんかこう化学っぽい感じだよね、はい、爆発するのでは。どうしよう。確かに危ないのか、危ないのか、爆発しちゃう。爆発、ちょっと待って、爆発、ガスってガソリン
だよって。え、そうだから。そうだよね。そうなんですか。ちょっと爆発しちゃうので。爆発。どうしよう。ちょっとこの場合は。せーの。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめん。え、でもいい案だよ。そう、なんかいけるのかと思わせちゃう。すごくいい案だったけど。ありがとうございます。全然大丈夫だね。はい。じゃあちょっとポイントならずということで、はい、追加かな、はい、2枚。そっか、爆発しちゃうから危ないとこだったね。そうそうそう、はい、あーすごいとか言ってたけど、多分コメントがなかったら危なかった、分からなかった。では引いていきたいと思います、うん、はい、お願いします。せーの、じゃーん。あ、見せてもらっていいですか。隣の、あ、ごめん隣の住人がうるさいと苦情に来た。しかも怖い人が。いや、怖い人ね。2枚で、じゃあ2枚で対処してください。2枚ね、どうする。対処でしょ。そうだよ、回避とかね、対処とか、まあ、はいはい、このピンチをどう乗り越えるかっていう、うんうん、さっきはちょっと爆発しちゃったんでそうですよね、ピンチがね、もっとね、はい、大ピンチになっちゃう、はい、うん、じゃあ行きます。はい、変装をして、あ、変装して、うん、カツラで変装をして、カツラで変装して、カツラで変装して、あ、けん玉を真面目に練習してる人を偽る。自分はうるさくないんだと。ちょっと待って、どういうこと。なんか自分はうるさくないんだ、うるさくしてる人じゃないんだ、こう真面目にけん玉を練習してるだけなんだっていうのを。 あれじゃないですか、なんかもう近寄りたくないなって思わせる。あ、なるほど、違う人だなみたいな、うるさい人じゃないこの人っていう。多分違うわ。あ、そうなんですか。多分でこう偽る、うん、けん玉の逆の、けん玉とカツラで、え、どういうこと。ちょっと待って、帰り的には多分、うん、そのいや私隣の人じゃありませんよっていうことを、ね、そうそうそう、すごいすごい、うるさくしてないよってことを言いたいんだけど、こうやりながら歩いてて全然違いますよっていう。でもだって隣の住人がうるさいんだよ。うん、そう、そっか。ってことはカエルちゃんは静かな人ってこと。あ、そういうことです。そうだよね。え、じゃあなんで変装するの。変装して、なんかこう怒られてる対象じゃないというか。じゃあ、じゃあ、じゃあ、隣の住人がうるさいんだよ。そう、あ、待って、自分がうるさいのかと思って、止まった、そう思った、そう、なんかそう目線が違うと思って、えと思って、そう、なんか全然違うこと。かえちゃんはうるさい人の方をあれしてくれたね。うるさいのは隣の人か。そう、しかも怖い人なんだって。うわ、ちょっとこの前どうしますか。これはじゃあせーの、はい、ちょっと内容が違ったのでまさかのポイントならず、ね、前回からね、もう帰りの理解力がね本当に、ね、前回なんかそれびっくりした今、そうぶっ飛んでたよね、びっくりした。あ、で2枚引くんです。2枚どうぞ。そうだね、はい、一応ね、はい、ありがとう。じゃあ続いてのお題お願いします。はい、ますね、はい、せーの、じゃん。なんだ、ゲームがやめられない。お、ゲーム部っぽい。ゲームがやめられ、すごい、ゲームがやめられないよ。さあ、1枚ですね、どうしますか。1枚で、1枚です。わかりました。ゲームがやめられない、どうしようということは、じゃあゲームをやめるにはラーメンの活動をしよう。ラーカツ、インスタとかで上げていく。出かけよう。すごい。そう、ラーカツをしましょう。ーラーメン部離席だラーメン部離席、どうでしょうか皆さん。せーの、オッケー。あ、よかった、すごい、すごい、上手。ありがとうございます。シンプルに、シンプル、そう、1枚だったから逆にやりやすかったかもしれない。はい、いいですね。ということで、よかった、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ続きまして、いきます。はい、せーの、お、お、家の鍵をかけ忘れた。あら、あー、どうしよう、どうしよう。そうですね、2枚だそうです。お、2枚、2枚、どうする。難しい、難しい、家の鍵をかけ忘れた、かけ忘れたって難しいね。対処はある。確かに、どうしたらいいんだろうね。あるの、もう家に戻るしかないよね。確かに、ね、どうしたらいいんだろう、難しいね。かけ忘れたか。じゃあいきます。はい、はい、新聞で、お、はい、地域の周りのなんか、まあ、旅行とかでね、なんかもう駆け戻るの難しいみたいな場合だったら、新聞でなんかそういう空き巣の情報がないかとか調べながら、例えばもし空き巣の情報が出たとかだったら
もうそれはもう刀を持って突撃でしょ。すごい、すごい、そうするしかないよね。すごい、すごい。ちょっとごめん、はね、もう腹くくって、おお、まさか、すごい強いね。すごい、いかがでしょうか、すごいストーリーが。じゃあせーの、すごいね。やったー、ひのちゃんならではのストーリーだったね。イエーイ、じゃあもらいます。はい、じゃあ続いて、はい、はい、いきます。うん、次はこちら。お、じゃん、なんだ、靴下に穴が。おー、あれどうするか、どうしよう、許せない。いや、許せない、はい、許せないタイプ。はい、許せない。あ、ダメなんだ。本当、はい、許せない。はい、え、どうしよう、どうする、どうする、靴下に穴開いてるよ、穴が。許せない、穴開いてるよ。2枚ですね。2枚、2枚で、そう、ね、そう。なんか数はどこに書いてあるのって言っていただいたんですけど、数はね、そう、さっきもちょっとちらっと言ったんだけど、ちょっとごめんね、ここの、ここのね、山札の一番上に書いてある数字、うん、そうです、そう、これの数、このカードの枚数使っていきます。はい、速攻、そう、なのでこうやってね、こういろいろ違うんですよ、うんうん、これは1枚だったりとか、お題の、そう、たまに3枚もあります、うんうん、全部使ってとかね、そうそうそう、はい、2枚難しいですね。難しいよね。ねえ、そう、そう、1枚の方がやりやすかったりする。そうなんだよね、うん、はい、おお、できました。いいよ。はい、靴下に穴が開いたら、お、布がない場合を考えて、うん、とりあえず小説の1ページをちぎって当ててみて、それを粘土でくっつける。あ、すごい、すごい、いいかも、頑張った、これはすごい、やったー、な、うまいね、上手、すごい。じゃあジャッジを、せーの、なる、いいでしょう、 OK です。やったー、かわいいからね、かわいい、すごい、ありがとうございます。かわいいね、もらってね、ポイントになりますからね、はい、はい、はい、すごい、めちゃめちゃシンプルなゲームですよね。そう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 、はい、うん、じゃあ、かいちゃん、次は理解して、うん、あ、じゃあ私が読んであげる、はい、あ、今ね、あ、ちょっと解説解説、お願い、せーの、じゃん、宿題が全然終わらない、どうしよう、シンプルですね、シンプルだね、よかった、1枚です、はい、1枚、1枚でどうにか打破してください、うんうん、待って、宿題が終わらないには、おんじゃない、終わらない、終わらせるにはどうする、あ、そうそうそう、終わらない、どうしよう、どうしよう、どうするか、はい、お、はい、これは、うん、まず、なんだろう、見た目から、見た目から入る、格好から入るということで、眼鏡をかけて、おお、はい、そうね、ちょっと真面目に頑張ってみる、おお、帰りにしては、ちょっと正当発言か、うん、これすごい大成功じゃない。やったね、じゃあジャッジ、せーの、パン、 OK です、 OK、 よかった、はい、もらってください、はい、じゃあ続いてカードもらうね、はい、で、これ私ね、はい、うん、じゃあ次3週目、マイナーさん、はい、行きましょう、全部4週の予定でございます、はい、はい、じゃん、お、なんだ、明日は朝から大事な予定が、なのに寝つけない、はぁ、いや、意外とあるあるなんじゃないですか。確かに寝つけないんだ。寝れない、寝つけないだそうです。なるほど、じゃあ決まりました。お、はい、1枚で、1枚で、はい、はい、YouTube でゆったりとバイオリンの音を聞く。すごい、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 これはシンプル、上手、シンプル、ありがとうございます、イズベスト、はい、じゃあせーの、バーン、やった、嬉しい、すごい、すごい、ありがとうございます、さすが、ね、じゃあこれいただきます、はい、次いきますね、うん、私、じゃん、あれ、トイレットペーパーがない、あー、どうしよう、トイレットペーパー、トイレットペーパーがないんだ、どうしよう、どうしよう、ちょっとね、アイドルだからわかんないけど、ね、ちょっとね、どうしようかな、どうする、ちょっとどうしようね、ペーパーがないのか、なんだろう、なかった場合、ヒノがなかった場合、どういうこと、どういうこと、どういうこと、いやいや、別にヒノとは言ってないから、あ、ごめんごめん、この主人公どうするか、異なります、これは、そうそうそう、事実ではない、そうですね、ず、はい、ずい、アイドルなんで、そう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 、なんだろうね、難しいね、え、どうするんだろう、なんだろうね、ティッシュとかあればいいけど、そうだね、そうだよね、しかも2枚なので、うん、行きます、2枚なんだ、はい、はい、まず、やばい、はい、トイレットペーパーがない、うん、望遠鏡でちょっと隙間開けて、
あ誰かいるかな誰かいるかなってあでも誰もいないし別に知り合いもいない知り合い、うんうんうん、よし自転車で逃げようあ待って逃げどこでしたの確かに確かに自転車で逃げよう確かに逃げよ う, えもうとりあえずね逃げちゃうんだね逃げようってはいはいということで、はい、現実逃避って感じそうだね現実逃避まあねかもしれないし、うんうん、まあまああのあるところに行けばねティッシュ取りに行くとか、ね、確かにこの辺かもしれない、ね、そうだよねそう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 外かもしれないしねということでジャッジ行きます、はい、せーのおーおーギリギリオッケーかもらいます、うんうん、立ちこぎだろうなって言われてはい次行きます、はい、じゃんと声をかけられたが誰なのか思い出せない あるあるですねあるあるだよねなるほどね2枚ではい、うん、あるある声をかけられたが誰なのか思い出せない、うん、2枚でって難しいね誰なのか思い出せない難しい、うん、難しいかもね、うん、誰なのか、うん、ふうって書いてあるどうしよう、うん、思い出せないってことかどうするそれか、そうだよね、その場しのぐかみたいなそうですねそうだよね、うん、頑張りますお、うん、おじゃあ声かけられたが誰なのか思い出せないどうしようはい、はい、とりあえず落ち着くために、うん、チョコレートを食べておー、うんうんうんね、で、考えついたのはどうにかして自然に名前を聞けるように新しいテント買ったからキャンプ行かない急に思い出せない人とキャンプやばいよ誰かわからないこと待ってずっと危機管理能力がさそうねちょっと低いね火事起こしたりさちょっと危ないねちょっとこれは危ないなちょっと手札がじゃあなんで難しそうだね、はい、これはじゃあジャッジしましょうかお願いしますせーのこれはちょっとダメかな難しかったね、惜しかったね、はい、いや難しいね、これそうね、はい、知らない人と言ったらね、大ピンチになっちゃうから知らない人、うん、確かにねキャンプだったらね知らない人と、うんはい、あ、こっちだ、こっちあ、ごめんなさいじゃあ、続いて、かえりちゃんかなはい、じゃあ、行きますよはいじゃんサボっているところを見つかりそうえ2枚、あ、1枚で1枚ですね1枚でサボってるところバレそうだよどうするどうするどうやってしのぐ、かりちゃんならこのまあこれだとバイトかな、うんうんうん、バイトさんサボっているところうんバレてる、いけるかいけるかなちょっと待ってピンチかいけるかな見つかりそうはいおおおおじゃあ、はい、サボっているところを見つかりそうどうしよ もう見つかる前に知らない人に、うんゆるキャラになって変装するあおおバレないようにゆるキャラになるゆるキャラのバレる前にぬいぐるみはいバレる前にぬいぐるみじゃないゆるキャラの着ぐるみを着ぐるみをで、ね、もうバイトから脱走するああ怒られないようにどうしますかですか、まあ、だ誰ってなるけど確かに確かに探されちゃうね、かりちゃんどこってそう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 あれ、かりちゃんどこ行ったんだろうってもうじゃあそのバイトはやめるやばい、飛んでる飛んでる飛んでる、飛んでる何がやつ飛ぶもう怒られるのやっぱり苦手ですからいやちょっとこれはどうでしょうかむずいけど、ね、まあじゃあちょっと各々の判断でいきましょうか、はい、せーのギリって感じかな見つかることにバレないのはまあ確かにそうかなそうだね回避はできてますよねそうそうありがとうございますテーマパークとかで働いてたりしたらそうね、うん、確かにあるかもしれないあじゃあついてお願いしますじゃあ、はい、4週目ラストですラストおはい、はい、いきますよじゃん、アイドルに恋をした仕事も勉強も手につかない、すごいどうしようマリナさん、仕事も仕事も勉強も手につかない手につかないんだアイドルに恋しちゃった恋しちゃった 2枚ね2枚ですねどうしよう、回避するんだそれを回避というかまあ仕事も勉強に手つかないからねつかないんだ それをねどうこう回避というか、ね、まあね乗り越えるかですよね、うん、乗り越えるかうんどうしたらいいの手につかないんだ手につかないんだつかなくなっちゃったんだ、うわどうした
悩んでるこれ。手につかないんでしょ。これもしかしたらね、今の迷える子羊のねためにね確かにそういいアドバイスになるかもしれないしね。悩んでる人がどうしようかな。つかないんでしょ。こう仕事も勉強もつかない。じゃあもうこれは逆に俺のアイドルの SNS にめっちゃリプしまくってスマートフォンでね。で握手会に行くときは必ず着物着て覚えてもらう。おお、すごい。どうだろう。でも、もう回避するっていうよりはもう逆の発想になっちゃった。確かに逆にね、はい、もっと乗り、はい、乗り込むみたいなね。はい、ありがとうございます。じゃどうですかね。いきますよ。全然もう厳しめでも大丈夫です。せーの。うーん、おっ、ってことは、ポイントかな。ありか、はい、あ、よかった。おー、帰りはこれは回避できてないでしょ。そうだよね。なんか夢中にもっとなって、確かに、うん、仕事集中できなくなるんじゃないか。あ、これはちょっと6週するそうです、はい、あ、6週、わかりました。あと2週、だから、はい、もう3週かな。はい、はい、いきます。難しかった、ありがとうございます。次いきます、はい、じゃん。トイレが混んでて入れない。さっきからそれトイレなんか昨日さ、なんでだろう、大きな、なんでだろう、ね、なんでだろうね、なんかね、知らないやつがないよね。からさ、トイレが混んでて入れないを2枚ですね。2枚ね。おー、難しい。あ、アイテムカードがもうなくなっちゃうんだ。そう、 そうだね。から加えて、そうですね、お、非日常編っていうのもあるので、とりあえずね、ちょっと4周しちゃいます。4周しちゃうか、OK、はい、うん、です。で、はい、待って、トイレが混んでて入れないね、うん、はい、入れない、入れないのか、ちょっと待ってね、うん、どうしようかな。うーん、2枚、しかも2っていうのが結構難しいんですよね。そうだよね、1だったらね、まだやりやすいんですけど、2だとね、そう、はい、いいの。どうするかな。多いね、すごいね、トイレに、トイレ案件多い。はい、はい、いきます。あー、お、ごめん、おかん、石鹸で掃除しといて。え、ちょっと待って、どういうこと。あ、ダメだったんだろうね。間に合わなかったんだろうね。そういうことね。そう、多分この子は間に合わなくて、そう、ちょっとね、ちょっと待って、トイレ混んでて入らなかった。すごい、すごい。ちょっとおかんに石鹸で掃除してもらって。これはヒナではないですよね。あ、そう、これほらね、この、ね、この主人公ですよね。さすがにヒナじゃないです。ヒナちゃんではないですよ。ヒナちゃんではないので、はい、はい、ということでジャッジを、せーの、これはもう、これはもう最高だ。勇気、勇気。いや、ちょっとこれしかなくて、うん、ありがとうございます。はい、はい、はい、じゃあ、ゃ、うん、次引きます。はい、いや、今回は成功したい。買った商品が壊れてる。レシートがなくて返品できない。あら、この場合は、なるほどね。どうする？どうする？ね、買った商品が壊れてる。レシートがなくて返品できない。あ、わかる。でもレシートもらわないとき結構あるよ。ありますよね。そうだよね、あるよね。うん。確かに。もらい忘れちゃったりとかね。どうしよう。どうする？うん、え、2枚で。で、悩んでる。どうしよう。うんうん。これも2枚、え、2枚、2枚、2枚、リアル、うん、ね、確かに。わかりました。お、また、はい、買った商品が壊れてる、うんうん、レシートがなくて返品できない。お、きっとこのお店は行きつけのお店だと思うので、うんうん、毎回エコバッグ使ってるんだけどっていうアピールをして、ダメだった場合、1億円払う。逆に、逆に払う、逆に、こっちから、逆に払ってどうすんの。払って、うん、あ、そんなにこの壊れた商品、うん、気にしてるんだなって。電気なのか、はい、そうだよね、この世の中に1個とか。そうなんです、うんうんうん、なので、うんうん、なんていうんですか、両親にこびるというか、あ、まあ、1億円見せて、いや、これでもみたいな、これでもダメです、お願いします。確かに、ね、そしたらね、もうお店の人もね、はい、ってなるかもしれないですね。1億円見れたら、そうだよね、そうですね、うん、交換できるかもしれない、うん、ということでジャッジいきましょう、はい、せーの、はい、わー、ありがとうございます。いいでしょう、
優しい先輩方。続いてが、はい、じゃあカエリさん、じゃあ私です。日常編をラストにしましょうか。ラストですよ、日常編。せーの、バン。はい、片思いの相手を振り向かせたい。おわあら、どうすんだい。私が片思いしてるってこと？知らない知らない、それはどっちでもいいよ。あなたの、あ、そう、そういうことね。あなたの解釈次第。そうだね、でもそうだね、立場だったら。そう、どうします？カエリちゃんならどうしようかな。すごい、2枚で説明です。2枚ででしょ、はい。いや難しいな。片思いの相手を振り向かせたい。そう、振り向かせたいんだって、うん。振り向かせたいのか、うん。ラブレター書いてますね。え、わあ、どうするんだい。どうする？え？はい、はい、お、決まった。お、どうしますか。はい、まずガムテープで、顔の形をこうシュッてさせる。可愛くなる。あ、なるほど。髪の毛を下ろしてる設定で、リフトアップね。リフトアップさせて小顔にする。うんうん、はい。そしてもう一枚小顔にして、猫を抱っこして、うん、この猫触りに来ないって。あ、すごい。ペット飼ってるんだけど見に来ないみたいな感じでちょっと仲良くなる。あ、すごい。いいじゃん。うんうん、いいね。すごい。これは、うん。じゃあせーの。オッケーですね。わー、やったー、すごい上手。芸術ですか。すごい上手上手上手、うん。じゃあ2枚。じゃあそうね、あ、足りなかった分をこっちからもらってもらっていいかな。あ、はい、はい、うん、ありがとうございます。はい、じゃあ次からちょっと非日常編ということで。非日常、なんか違うのか。おお、また変わる。うん、すごい、はい、アイテムカードどうしますか。私としては変えなくてもいいですか。変えてみる。変えてもいいかも。なんかね、結構違う。違う、じゃあ変えますか、ね。じゃあ丸ごと変えますか。はい、うん、じゃあ、はい、丸ごと非日常編に、はい、うん、はい、あの1個あるやつももらうよ。今のは日常編。はい、はい、あと2週じゃ、うん、だいぶ違うよ。そうだね、あ、そう、違いますよね。え、違うよね、はい、2週で。なんなんだろう、本当。すごい、なるほど。おー、すごい。じゃあもう一回マリナさんからと2週で、はい、待って、やばいやばいやばい、確かになんかアイテムが面白くなった。はい、はい、じゃあ行きましょう。じゃあお願いします。せーの、やばい、非日常。え、何？ヒーローになったが、スーツのサイズが明らかに小さい。どうしよう。あら、え、これは確かに非日常ですね。うん、スーツの、え、もう一回して。スーツのサイズが小さいのか。そう、ヒーローになれたのにスーツのサイズが小さい、どうしよう。確かに今までの日常であるあるネタだったけど、これはもうないないない。確かにないないだね。これを3枚で説明、うん、3枚です。難しい、どうしよう、全部使わなきゃ難しい、どうしよう。3枚か、難しいね。じゃあじゃあ行きます。お、じゃあ衣装が小さいということで、はい、じゃあ、ボクシンググローブで殴って衣装を伸ばす。はいはい、そして鞭で叩いて衣装をもっとさらに伸ばす、はい、それでマイクでヒーローになったぞって言います。ちょっと待って、すごい難しい。ムチとか出てきてどうしたらいいか分かんない。これそれを3つでね、この3つでムチでとりあえずサイズを大きくしようかな。伸ばしたりとか、まあ、自分をね、こう殴ってもいいしね、はい、あ、自分を細くなる、うん、細くなる、すごい痛みつけるみたいなね。すごい、ということで、はい、はい、じゃあお願いします。せーの、 OK。ありがとう、ありがとうございます。なんかどうにかなりそうだもん。どうにかしたい、はい、はい、あ、ありがとうございます。じゃあまた3枚。うまい、はい、うまいの、ありがとう、はい、じゃあ次私行きますね。じゃん、はい、魔法学校に合格でも行き方がわからない。おお、お、2枚で、はい、行くにはどうしたらいい、魔法学校か、うん、あ、すごいね、非日常だね。ですね、すごい、確かに、うん、うわ、これ2かむずいな。2で、難しいね。そうなんですよ、こじつけるしかない、ね、なんかすごい、うん、すごいカードだこれ。はいはい、うん、お、謎のゲーム版があります。でもこの謎のゲーム版は実はこの辺の地域をね、実際にモデルにしてあるので、これを地図にしながら空中からドローンで魔法学校を探す。すごい、これすごい、
か。これはもう文句なしのグーです。すごい、すごい、ここまで考えるんだね。そうね、考えるの大事ですね。すごい、なんか本当にありそうな、うん、うんうん、すごいですね。じゃあ次いきます。続いて、はい、マフィアに潜入捜査中、正体がバレそう。ほら、どうする、どうしよう。危ない、怖い、怖い、はい、2枚ですね、うんうん、マフィアに、私がマフィアに私、まあ、私がね、私がね、バレちゃいそう。だって正体がバレそう、ね、どうしよう、どうしよう。りんごちゃんがどうするかな。はい、はい、わかりました。どうすんだい。はい、うん、そこら辺に、そこら辺、横島のセーターを着ている女性を探して見つけて、うん、自分も横島のセーターを着て、うん、いかにもカップルかのように隣でラブソングを歌う。おー、すごい、すごい、なるほど。どうでしょうか。その別人になりすますってこと。いいね、はい、うんうんうん、変装ってことだよね、はい、すごい、すごい、ウォーリーみたいなね、すごい確かにね、はい、確かに、はい、お願いします。せーの、オッケー、オッケーです。みんなこじつけるの上手くなったね。ありがとうございます、ね、だんだんね、はい、ということで、ね、ちょっと時間が意外と伸びてしまったので、ね、はい、日常編カエリさんで終わりです。ラストです、はい、はい、なので準備はいいですか。はい、お願いします。せーの、2枚で、じゃん、謎のペットをもらった、飼い方がわからない、どうしよう。おお、2枚で、2枚で、はい、謎のペット、謎のペット、あら、カリちゃんの、ね、はい、か、どうやって買うんだろう、ね、どうやって買うかな。買い方をね、買い方ね、はい、はい、かわいい、はい、できましたはい、元精神科医の囚人の方にやっぱり精神科医ですから、こうペットの気持ちとかも、うん、まあいろいろ知ってると思うんですよ。まあそうなので囚人になる必要、まあ、いいよ、いや精神科医なので、うん、そのなんかペットがこういう動きするんですけど、この時ってどういう気持ちなんでしょうかみたいな、コミュニケーションの取り方を聞くんだけど、うん、まあこの方ちょっとあのなんていうの、なん、危険じゃないですかなので、はい、こちらの指輪を上げておとなしくさせる。何の指輪それ、ね、やばそうな指輪ちょっと待って、うん、はい、うん、精神科医の人に、うん、これでなんとかうちのペットと意思疎通を図ってくださいってお願いする。で、やばそうな指輪をつけさせるってことは、あげる、精神科医の人に。ああ。これは物々交換ってこと。あ、そう、あ、これ渡すからうちのペットを。でも精神科医はさ、基本的に人だけど、人間の精神を理解するからだけどね。確かに、確かに、まあ、ちょっとわかんないけど、普通の人よりは長けてるかもしれないので、ね、さあ、コメントどうかな。ということで、なるほど、ペットはどこ行ったって、ね、ね、まあちょっとね、どうかな、うーって言われてる、じゃあ、はい、皆さん、さあ、じゃあの、はい、じゃあね、はい、じゃあということでね、はい、はい、ということで、我々がゲットしたこのトラブルのね、はい、この、はい、出来事ですね、はい、はい、出来事をそれぞれ、はい、はい、何個ですか。私は5枚です。お、三村も5枚です。新井3枚です。お、私も3枚です。おお、じゃあ、じゃあ、あとは、このチームカードの組み合わせによる、誰がチームなのか、はい、じゃあせーので画面に見せますか、うん、はい、はい、せーの、バン、はい、あ、お、キャット、キャット、チョコレート、チョコレートってことは、どうだ、8ですね。あら、同点なことある？まさか、すごい、まさかの結果でしたね。はい、はい、あら、でもすごい、まあ、いい終わり方なのかな。まあね、はい、仲良く平和に終わりました。ありがとうございます。いや、面白い、面白かった。初めてやってみたけど、すごい、はい、シンプルでね、楽しかったです。ということで、じゃあ続いてのゲームに行っちゃいますかね。はい、もう早速ですが、じゃあ続いてのゲームに行きたいと思います。はい、続いてのゲームに行きましょう。続いてはカラオケカウントアップです。イエーイ、イエーイ、カウントアップ。はい、ということで、ね、こちらはね、歌が上手なりんごちゃんがゲストに来てくれてるということで、特別にカラオケを使ったゲームです。
今から4人ずつ順番でカラオケを歌っていくんですが、4人で2周して計8曲歌って1人目からどんどん採点の点数を上げていくことができればクリアというルールでやっていきます。ということはどんどんこう最初に何点を出すかっていうのも重要だし、どんどんこう上がっていくっていうのをやっていくゲームでございます。結構難しい。すごい難しい。順番上げていくってことでしょ。そうです。難しいですよ、はい、そう順番も大事だしね。そうだよね。最初の何歌うかっていうのも大事だし、そう何点取るかっていうのもね。そうだね、最初は低い方がいいんじゃないかなと確かに思うんですけども、ね、さてじゃあ誰から歌っていくかっていう、いやどうしますかね。どうしますか。もうすごく点数を低くしなくちゃいけない。そうだよね。すごく、でも歌わなきゃいけない。歌わなきゃいけない、まあ、確かに。でもカラオケあるあるだけど一発目から行くのってちょっとなんか勇気いるよね。そうですよ ね、 そうね。どうしますか。どうしますか。まあ、順番で、はい、うん、1番目と2番目、うんうん、2周目か、はい、1周目と2周目も今日同じなのかな、はい、はい、同じ順番で、同じ順番で2周歌わないといけない。後半は逆に上げなきゃいけないってことですね。そうだよね、難しいね。そう、2周していきます、ね、どっちも難しいですね、はい、ね、どうしますか。じゃあさて、早速ね、どうしましょう、はい、どうしますか。順番。じゃあ私から行きたいと思います。はい、カイリーがめっちゃね、こうめっちゃ低めで、うんうん、やるのもか、ね、はい。じゃあ、まあ難しそうな曲で、お難しそう、音程取りづらそうな、うん、なんだろう、やっぱり、チョコレートのね、お、はい、バレンタインの季節なのでちなんだ曲にしたいと思います。いいですね、はい、じゃあマイクいただいてもいいですか。はい、あ、じゃあこっちで。あ、じゃあ押しますね。お、楽しみ、うん、ありがとう。ごめんね、片付けの、うん、ありがとうございます。じゃあ押していいですか。はい、おお、響いてる。頑張れ。はい、盛り上げてる感じで。この曲すごい足セクシーだね。あ、やー、本当だ。ときめいてる女の子、気にしないふり男の子。バレンタインが近づいて、デパートの地下も揺れる。計算する女の子、期待してる男の子。お願い思いが届くといいね。とても心込めた甘いの、お願い思いが届くといいな。対決の日が来た。チョコレートディスコ、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 チョコレートする女の子、期待してる男の子、ときめいてる女の子、気にしないふり男の子。お願い思いが届くようにね、とても心込めた甘いの。お願い思いが届くといいな。なぜか教室のドアにチョコレートディスコ、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 
え、なんか普通に上手。え、ね、どうしよう、どうするんだ。 ね、趣旨理解してる？わかる。みんながあげてくれると思って。え、幅がさ、え、全国平均より上じゃダメじゃない？あら、あら。でもまださ、18点分さあるから刻むってこと？はい、どこだ、どこですかね、あれが。検索、検索、あ、あの、あ、はい、どうでしょう、あ、ありがとうございます。あ、出てきた、ごめんね。じゃあ、歌いたいと思います。はい、この音、え、聞いたことある？あ、好きですよ。大丈夫？はい。じゃあ、何ですか？あ、はい、いいです。え、歌えるかな？あ、ごめんね、スタートします。あ、あ、いた、あ、ごめんなさい。はい、え、みんな知ってるかな？マリナ知ってますか？マリナ、え、大丈夫かな？大丈夫です。ロマンティック恋のアンテナは嵐でどこかへ飛んでいった。嘘でしょ、冷たくあしらった咀嚼ない久保にちょっと心が揺れてる。本当は本気で私を叱ってくれる大事な人なんていたら、あいつは得意げになるから、もう褒めたりしない。退屈な運命に飽き飽きしたの。知らない言葉で解き放して、ねえダーリンダーリン、心の扉を壊してよ。大切なことは目を見ていて、あなたとならばこの街を抜け出せる。今すぐ連れ出して My sweet sweet darling。 あら、いいよ。ドラマティック笑顔の秘密を誰だって探し続けてる。見上げた空に描くの幸せの形、そう私らしくいたい。気まぐれなテンションで振り回すけど、この手は必ず離さないでね。ダーリンダーリン、心の扉を叩いてよ。素直な気持ちが溢れてゆく。あなたとならば笑っていられるよ。今すぐ駆け出すの My sweet sweet darling。 めっちゃいい、上手です。素敵。ダーリンダーリン、きっとあたしはつかめるよ。幸せの意味に気づいてゆく。あなたとならば明日を変えられる。今すぐ連れ出して My sweet sweet darling。 ダーリンダーリン、心の扉を壊してよ。大切なことは目を見ていて、あなたとならばこの街を抜け出せる。今すぐ連れ出して My sweet sweet darling。 すごい、ミラーボール回ってますよ。はい、ミラーボールがすごい。いや、めちゃめちゃいいですね。あ、
ちゃう。声聞くと、はい、私泣きそうになっちゃう。なんでなんか、あの私、マリナさんの生誕祭もそうだったんですけど、言ってくれたよね。なんか、泣いちゃうんですよ。なんだろう、なんで、なんだろう、我慢してます。切なボイス、私、はい、いいね。入り込むような。わかります。母性が、ありがとうございます。すいません、母性。どうする、どうしようか。すいません、どうしようかね。90点ってなかなか出ないよ。行きます。どうしよう、どっちがいいかな。どっちがいい、私から行くか。あと2人、うん、ね、どうしましょう。だって2周すんだよ。そうだよ、ね、90点超えられるの、かえりさん。はい、それな。それな。何言ったの。じゃあまあね、いやもしかしたら90点とか切っちゃうかもしれないけど、はい、いや全然もう、はい、見たいものが見たいので、うん、はい、私から行こうかな。もう、はい、歌いたいの歌って、はい、じゃお願いします。これは次歌うのはマリナさんが、はい、ひのちゃんに歌ってほしいって言われて、あ、言ってたね。そう、何か気になる。練習をね、ちょっと前にして、まあ、ちょっと久々に歌うので声が出るかわかんないんだけど、なんだろう。いや、そんな、そんなね、そんなめっちゃ練習したわけじゃないからね。はい、ちょっと今検索がね、はい、検索が出ない。なんだろうな、何の歌か分かるかな、みんな。え、何だろう、マリナさんがひのちゃんに歌って、そう、歌ってずっと歌ってほしいと思って。そう、何だろうな。じゃあひの、はい、オールのとこよかったら一緒に歌ってください。あ、歌います。何、何、じゃあ行きます。何だろう、ビーになるメンバー。よ、何、あー、 あ、 ー、 あ、聞きたい。あー、ドキドキする。え、聞きたいね。声出るかな、先輩。お、カチューシャ取りました。あ、ドキドキ。すごい、本気。なー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 、ready for my show、 OK、 たちまつ独壇場、 Listen listen、 なー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 、 ready for my show、 カップゲー。すごい、なんかショーが始まったよ。フリキュラー、いや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 、ショータイム。てっぺんのなりほらおいで、よいよコピーとおれ、イエ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 イ。ザンザンノリノリで超簡単、ラッパッパッパ。えも言われない、 Everybody stop。 ハハ、全頭絢爛豪華、アテンション騒が豪華、一生地にも直襲撃の肩から活動と飛ば。もうご覧ぞは遠くの遠藤だ、栄養は王家おでましだ。カッコつけてるつもりは No No、 アロマチックに溢れちゃう本。あなたも歌う土台の上ではしゃげカレー、ザラチャチャチャワリナナナナナ、レディフォーマッシュ万歳、遊ぶ気にこたぶけ、シャリラシャリラナナ。かなり感情通りに発想飛び、シャリラシャリラ。すごい、ゲームカンプ、すごい、ゲームカンプ、ラッツァイナ、ラッツァイナ。魔界層一気に飛び切り、ジャンプンラン。 Look at me now、 皮膚を破りそうなほどに跳ねる心臓。敵情、敵将、敵将。今にもっとエイジョーカーが行こう、かくれんぼしてるその気持ち解放、シャッカリキチュミーチャー。ジャバラバダビー買ったの2枚分、よしんかしっとするようなジュース、タブラカツのカットナッツや、カルマリタルマリタ歌いは。ジャバラバダビー買ったの2枚分、よしんかしっとするようなジュース、タブラカツのカットナッツや、トイノのバタフライ。確かに舌が発売。ご存知の通り、想像し鼓動にほだされても止まれない、 yeah、 衝動に塗装し描いたゼレイ。はい、感じてよ、なな、なな、なレディフォーマーション、異例の危険度、比例なきかき順番。なな、なな、なレディフォーマーション、一か八か、なな、なな、なレディフォーマーション、万歳、遊ぶ気にことぶ、忘れてシャリラ。 Hey yeah、
はともあれこそがれシャリラシャリラ。すごい、すごすぎる。なんか日のもうお金払いたい、ディナーショーしよう、ディナーショーだって。紅白の黒い影は日のちゃん。ライブやでもちょっと90点むずい曲なんで、そう難しいからね。でもすごい、嬉しい。85点でしたね。やった。趣旨は関係ない。趣旨は関係ない。あれ、すごい歌枠、アーティストの枠、うん、ちょっと別枠だった。別枠、ちょっと違いますって、鳥肌立ってるって。すごい、さすがです。はい、ブラボー。すごい。じゃあこっから仕切り直しですね。あ、そうだね。帰りのは越したのかな。一応最初の帰りさんのは越したのかも。ちょうど多分難しい曲ぐらいでね。すごい、100点。そう、わー、ありがとうございます。すごいですよ、皆さん。はい、そう、これはね、音程が難しいから、ね、嬉しい、ありがとう、うん、私も点数はわからないです。おー、聞いた。いいよ。何の曲？多分皆さんが知ってると。お、楽しみ。ビビロもカラオケを聞くの初めてかも。いい、ね、確かに。え、楽しみ楽しみ。ここでいいのかな。あ、ここですか。あ、うん、歌えるかな。歌えるよ。やった、楽しみ。何年先よ、もう。あ、何年先よ。何年先、ね、私の方が先じゃない。え、どう
ごい。鬼に金棒ですよ。鬼に金棒。めちゃめちゃ褒めて、褒めてくれてる。いいね。じゃあ私は、はい、本当にこれもちょっと歌ったことない曲なんですけど、ね、90点以上目指す歌ったことない曲あすごいねあいいよいいよもうなんか最初からね、はい、結構あとカラオケで歌ったことない。あ、なるほど、いいよ。じゃあ聞いてた。なんか昔よく歌ってた。おお、なるほど、いいね。昔ちょっと大丈夫かな。曲考えなきゃ。どうしよう。ちょっとじゃあお願いします。はい、はい、なんか大丈夫かな。結構難しい。なんかね、歌詞が渋い。歌詞が渋い。どういうこと。渋い。なんか逆に気になる。渋い。え、クミさん、本当ですか。え、やばいかな。え、大丈夫ですか。いきます。何？あ、なるほどね。大丈夫かな。なるほどね。ちょっと確かにカラオケで歌う。確かにカラオケで歌うことはない。2番とかあるんですか。どういう違いがあるんですか。多分音の違いですか。多分生音で大丈夫と。生音で大丈夫ですか。うん、じゃあ何だろう。ワクワク。ワクワク。お願いします。うん、どうしよう。じゃあこの。わあ。いいね。やった。行ってきます。あああああああ。もう一回やります。
誰かを知るために僕は生きてるわけじゃないだけど新しい扉を開け海に出れば涙彼方にちゃんと果てを感じられる僕はこの手伸ばして空に進み風を受けて生きてゆこうどこかでまた悩んだんですけど、ちょっとなんかできるだけ高得点取れる、はい、前にあれを歌ったことがあって、うん、あの夏祭りとか、うん、私昔はあったね、結構上行けてたりしたんですけど、ちょっと今ちょっと高得点取れるか分かんないけどやってみます。やってみて。はい、行きます。お願いします。ドキ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 。わ、嬉しい、懐かしい。ああ懐かしい曲。残酷な天使のように少年よ神話になれ。すごい最高。懐かしい、劇場で歌ってたね。青い
できるなら、この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。すごい、長い感想タイム始まった。そうだ、ここ長かった。すごい、え、すごい、もうなんかキラキラ光ってる。ずっとはそう自由を知るためのバイブル。残酷な天使の手で悲しみがそして始まる。抱きしめた命の形、その夢に目覚めた時、誰よりも光を放つ少年よ神話になる。愛を紡ぎながら歴史を作る。女神なんてなれないまま私は生きる。残酷な天使の手で窓辺からやがて飛び立つ。言葉知る熱いパトスで思い出を裏切るな。この空を抱いて輝く少年よ神話になれ。すごい、これ100点出るじゃない？出ない？100点だ。100点じゃない？すごいよ、すごい、こんなに得点意識して歌ったことないですね。すごい、これ、あーすごい、やったー、あーすごい、イエーイ、完璧完璧、イエーイ、すごい、やったー、情熱、みんな踊ってる、情念が、もうライブやん、だってそれだ、なんてなんて、ライブライブライブやんって、これすごい、なんかもうずっとキラキラしてた画面が、ひなちゃんが神話、そう、すごいね、すごい、最後すごい、なんかカラオケ部みたいになってるね。確かに、ね、ゲーム部、カラオケ部にするか、あ、ありがとう、あ、リビルを本気出す、あら、本気でカチューシャ撮って、何歌ってくれるんだろう、本気、本気のリリロ。ちょっとこれ映像がちょっとアニメなので、あ、いいよ、お、私たちには見えるので、はい、はい、すごい、うわ、すごい、何の歌だろう、ゾンボさん、あー、いいね、あれだ、はい、大好き、泣けるかな、泣けるやつ、あれ、いけた、あ、いけた、いけた、ありがとう、うん、あ、上手、
めちゃめちゃ良かった、すごい良かった。卒業間近のリズムもすごい、ありがとうございます。ファンのみんなも卒業前に泣いちゃう、泣いちゃうってね。でも最後こうやってね、そう、はい、ありがとうございます。かかる、よかったよ、んで、すごい良かった、もう号泣、大号泣です。日の出が号泣、日の出さん的にはね、100点、よかった、ね、すごいよね、かる。もうリリナと冬の終わりだよね、ゲームブームで涙が流れるなんて、ね、本当だよ、ね、緊張しますね、すごいよかった、本当にありがとうございます、ね、声優さんだってすごい上手だったし、最後にね、卒業前にみなちゃんの、ね、歌声を聞けてよかった方もすごいたくさんいらっしゃるんじゃないかな、来てくれて、うん、ありがとう、いや、呼んでくださって、はい、ということで、なんか点数がどうのこうのみたいな話があったんですけど、全然なんかもういいです、はい、なんか今日はただのただのもうなんか、ね、感動会になってありがとうございます、本当にすごいめっちゃぴったりだった、本当にありがとうございます。ひなちゃんの見て泣いたって、ひなちゃん見てね、ワンフレーズ目から私も結構もううるうるした、ね、ありがとうございます。ということです、君が忘れた、あ、じゃあ、すいません、ということで、あのね、あのスタッフさんがあの、じゃあ次をって言ってくださってるので、はい、じゃあ行きたいと思います。続いてのゲームは、ラビッツ、オブパディ、はい、です。はい、もうやって、いつもの、あのうさぎさんのゲームをやっていきたいと思います。はい、そうですね、いつもでございます、いつものやつですね。これ私気になってたんです、いつも。楽しいよ、はい、嬉しい、楽しい、あ、ごめんなさい、ラビッツパーティーオブレジェンドでした、レジェンド、すいません、レジェンドでした、はい、おなじみのゲームをやっていきたいと思うんです、はい、あ、じゃあそうですね、まあ、パーティーゲームですね、はい、で、MVP も、あ、じゃあこちらで、はい、決めたいと思います、はい、今ゲーム部だってことを思い出していただいて、そうですね、今ね、巻き戻して、ちょっと楽しかったね、カラオケで感動したら、情緒がすごいよね、情緒が楽しいんですけど、本当よ、でもすごい良かった、本当に、やばい、明日公演なんですけど、ちょっと晴れちゃいますね、良かった、良かった、本当に良かった、めちゃめちゃ良かったね、楽しかったし、楽しかったです、ね、身が埋まったしなんかアイドルの楽曲を歌ってる姿以外を見るのが新鮮、そうだよね、確かに、はい、そうなのよ、なかなかないもんね、はい、そう、よかったね、みんな、よかったね、すごいね、皆さんもね、盛り上げてくださってありがとうございます、ありがとうございます、本当キラキラしてた画面がずっと、ありがとうございます、うん、コメントだったりもありがとうございます、ありがとうございます。そうですね、今日はあの終わりの時にランキングが上位4名の方かな、はい、4名の方、4名で、あ、5名の方、5名の方、5名の方にね、はい、チェキ、サイン入りチェキありますからプレゼントします、はい、サインがありますよ、ね、え、かわいい、かわいい、これ絵がすごい、そう、かわいいよね、お、OK で、はい、いけました、お、おー、これあの飛ばせるやつですね、スキップ何回か見てるからね、アブドベンチャーモードでいきたいと思います、はい、これは、あ、そうだ、これなんか途中で終わってましたよね、これどんぐらい、これ続きできるんですかね、はい、続き8月最後が、え、8月なんだ、そんなに、ね、ということで一発目からダンスっぽいですよ、皆さん、ダンス、あ、立つやつだよ、歌って踊って、立ちますか、立ちますか、はい、いいよ、まさか、ちょっと前に出す、前に出す、あ、ちょっとね、これがね、引っかかっちゃって、 あ、ごめん、戻して、はい、ありがとう、はい、はい、もうちょっと前や、もうちょっとやる、はい、失礼します、よいしょ、何何、ダンスなんてやったっけ、ダンスっけ、ね、こっち右手持ち通してもらって、右手にかけて、お、1番、あ、姉さん、あ、かりちゃんと、どれですか、私は3、緑の人3、あ、何これ、自分が見れるようにかな、縦持ちね、縦持ち、あ、自分側に、あ、テーマ、あ、いけた、どこ押してるんですか、あ、押してくれ、こう普通に持ってた、ね、あ、
そう反応する。できた。このリズムに合わせろけどですね。はい、あ、こうだ。これね。これね。もうちょっと本当に広い方がいいかも。はい。よいしょ。でこぼこしますか。よいしょ。長押し。長押し。はい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 。シャー。大丈夫かな。あ、口が開いちゃう。A で。押したよ。横ボタン。ありがとうございます。口が開いちゃう？全然開いてもいいですよ。全然いいよ。全然開いてるよ。これボタン押さないですか？押さないかな。はい、わかりました。私でかい。本当だ。私で。はい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 。1Pがマリナさんで 2Pが私。はいはいはい。早い。はい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 。はい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 あい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 難しいでしたあい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 すごい話を変えて亀の目が輝いている。よかった。お
お、急に上がってきましたね。わー、うん、今回撮った枚数にします？それとも、あ、今回も撮った枚数ですか？うん、あ、え、これ確率。え、おー、すごい、やったー、すごい、大大大大大大、これで OK かな。はい、OK、すごい、すごいね。ゲーム終了。なんだ、あ、最後、あ、お、2倍。お、まだこボス戦じゃない？あら、ボス戦ですか？な気がする。何何、ボス戦な気がするんですけど、はい、違いますかね。どことカメの話。おお、バトル、かわいい、かわいい、かわいい、横持ち、はい、お、うん、うわ、落ちるカメから落ちるな、あ、もう押し合いみたいな感じかな。あー、なるほど、あー、なるほど、かな。え、待って、むずい、難しい、障害物も来る、障害物むずい、あ、なるほど、うん、濃い、お湯、なんか鮮やか、素敵鮮やか、なんか、私が1ピーで、2ピーがひのちゃん、はい、3ピーがりりのちゃん、はい、はい、4ピーがかえりです、はい、はい、え、なんか大きいね。待って、私すごい場所取った。あ、やばい、やだ、やだ、やだ、こいつだ、やめて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 、あ、注意だって、注意だって、あ、押さないで、あ、行かなきゃ、あ、そういうことだ、やだ、やだ、仲良くしよう、仲良くしよう、仲良くしよう、押さないで、押さない、あ、押さないで、仲良くしようよ、仲良くしよう、仲良くしようよ、最終章だったらどうしよう、どうしようね、終わっちゃう感じ、あ、飛ばしちゃった、あら、およ、あれ、終わりの感じ、あはは、全クリした、あら、あ、ラビッツパーティーアルバート全クリすることあるわ、え、すげー、どうしますか、もう、どう、もう一回、もう一回やりますか、やったー、アドベンチャーパーティー、アドベンチャーでやります、アドベンチャーでいいですか、はい、すごい、ずっとやってきたもんね、それ、ニューゲーム、あ、いいですね、ニューゲームにします、そうですね、新しく、はい、見直しで、ここからでいいのか、あ、へー、いっぱいあったんだ、4週間までだ、まあ、でもそうだよね、結構やってましたよね、うん、確かにやってきたもんね、じゃあ選ぶところ、どうしようかな、なんかさ、さっきのキャラのせいかすごい体当たりに強かったの、本当、じゃあるのかな、やっぱ特性みたいな、ね、したらあるかも、どうしよう、じゃあちょっと、あ、キャラ差あるってこと、もしかしたら、そんな、本当にどうしようかな、なにこれ、ちょっと私いつもララだったんで、ララで、ララで、あ、ラッパ、はい、ラッパーのララいいね、でもララも1年くらい経つんですけどこれ、うん、すごい、全部個性強い、あ、じゃあこれで、おー、いいね、じ
じゃあ、カリどうする？じゃあこれで通変更。すごい、4人対戦。そうですね。展開堂暴れ。すごいね、2周すると思わなかったですこのゲームね。いいゲーム。最初ストーリーとかあるの。そうだよね。石の卵から。そう、あ、でもこれストーリーじゃないっぽい。なんだろう、なんだろう、もうゲーム、ゲーム、あ、もうバトル、バトル。なんでしょうか。横持ち、あ、じゃあこのままですね。はいはい、横横持ちです。崖から落ちるの。また落ちるのだ。体当たり系。体当たり、あれ、なんかあえコロコロするってこと。でもボールみたいなバランス。なるほどね、なるほど。え、初めて。忘れてるだけかな。いや、忘れてるだけじゃない。忘れてるのか。あ、押すんだ。やだ、さっきと似てるかな。やだ、押しはしないか。やだやだ。あ、これか。これ衝撃で。うわ、落ちる落ちる。やだ、落ちたくない、落ちたくない、落ちたくない。あ、硬い素材だからってことですね。硬い素材、弾力、硬い素材、弾力、硬い素材。やだやだ。いやお、すごい、ギリギリ、やばい、ギリ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 。あ、なんかみんなすごい上手。当てる系かな、また。なんだろう、打つ系かな。こう、縦系ですね。縦系ですね。バロー当て、うん、おい、おお、あー、これ覚えてる覚えてる。何ですかこれは。これなんか、苦手。あー、なるほど。ちょっと上に上げる、うん、多分時間通りに、うん、うんってうって上げればいいのか。あ、あ、OK、これ、これはチキンレースですね。あ、ちょっと早かった。時間早かった。あ、ちょっともったいぶっちゃった。やばい。マリナさん、やった。え、むずいな、これ。え、ヒノと一緒。おお、
待って待って待って、私が間違えちゃったよ。あー間違えちゃった、遅かった。すごいよマリアさん、ギリギリを攻めてる、ギリギリで生きてる。すごい悲鳴が聞こえる。いやマリアさんすごい、すごい、よかった。そんなギリギリを、ギリギリを、いいですね、すごいすごい、よかった。楽しい、難しい、難しい、これ、うん、パカパカパッタッタッタッ、おいい勝負ですね。いい勝負です。8枚の海、あーこれあれだ、あの選ぶやつですね。何、あまたルーレットか、ルーレットですね。覚えてない。ああどうしよう、当たらなきゃいけない、当たらなければいけない。よし、みんなどうする、私はどうします、イカダを作る、泳ぐ。私もパチンコ作ってどうなの。はい、おお、いた、いい、2個、お気を取り上げて、かわいそう。ついて、あ、私リリなのよ。はい、パチンコ使う。いいね、すごい、やったってことは OK、 はい、え7点、すごい、あ8点だ、すごい、1位だ、おお、やった、すごいすごい、なんだって、やったぞ、かえりさん、行きます、頑張れ、おお、すごい、めっちゃいい、すごい、いいね、ってことは9点、おお、すごい、すごい、めっちゃ調子が良い、すごい、今日運がいいわ、すごい、すごい確率だね、おいおい、じゃあね、確率はないです、あ、でも、すごい、すごい、なんかみんな、みんなすごいね、イエーイ、8点なるかな、すごいね、やったー、やったー、すごい、すごい、みんな4もらって、ね、もらってた、みんな、いいですね、すごい、いい勝負です、いい勝負です、うん、いい勝負です。ホットな飛行術ってなんだろう、なんだろうね、横持ちだ、何やったっけ、こういう系違うかな、か、あ、対戦、あ、おお、一緒、おお、俺カリちゃんとだ、あ、姉さんとです、一緒です、横持ち、横持ち、はい、横持ち、はい、唐辛子、食べまくる、食べる、うわー、なんかこれあったの、あ、投げる係、私だわ、はい、キャッシュ、私がキャッチしなければということですか、そういうことだね、石は敵に、あ、なるほど、あ、この左寄りながら、右で石は敵に、あー、オッケーオッケー、右と左の反射神経系だ、はいはい、なるほどね、すごっ、私たちは何だろうな、わ、食べる系、石から逃げて唐辛子を食べるってことですか、あ、私たちは食べる、食べるんだね、あ、取りに行くんだ、取りに行くんだ、うわ、頑張っ、取りにで、石は避ける、わかりました、はい、オッケー、取りました、怖い、いけるかな、行きます、ちょっとカリちゃんが呼んだよね、よし、唐辛子食べるよ、え、どこどこどこ、あ、あった、あった、やだやだ、あ、痛い、あ、痛い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 、やばいやばい、すごいすごい、めっちゃ飛んでくる、痛いよ、痛いよ、あ、いやー、あ、痛い、あ、いや、あ、痛い、ごめん、ごめん、あ、痛い、いやー、リン、間違えた、ごめん、あ、はい、いやー、いや、はい、石が飛んでくる、石、石が、石が、石がね、オッケー、いやー、石大きい、やばい、あ、すごい痛い、あ、
分かんない。あ、私は取れているのでしょうか。あ、ごめん。どうだ？どうだ？あー、負けちゃった。あー、え、ついてるから。本当だ。いや難しかったけど楽しい。こっちはさ、めっちゃさ集中してさ集中、そう、ミーヒーミーヒーみたいな。移動ミーヒー、あー、惜しい。あ、ほんとだ。すごい、ナイスです。マリナさん、やった。悔しい。すごい、めっちゃ石に当たりまくったけど、いい試合だったわ。いい試合でしたね。すごい。これ多分ね、下の方がむずいわ。難しかった。追ってかなきゃいけないから、うん、お、何宝物。かわいい。おう、うん、いいねいいね。お、すごい早くクリアになった。あー、次の音だね。ロイボーに行く。なんかまたスポンみたいな感じかな。確かに。なんだろう、立て持ち、立て立て。はい、はい、うん、縫い棒を抜け。どうやって、え、あー、今のこういうやつだ。思い出した。これってボタン必要。押しながら、あ、こう押して、押して、押して上半身、押して離す。あ、押して離す。こういうことか。なんかリズムが大事なやつ。押して離す。練習してた。めっちゃ練習してた。押して離す。え？え、わかんない。の？押して離す。え、押して離す。あ、早く焼き行くんだ。え、すごい。え、待って早い。え、なにこれ、終わったの？え、早い。早い。すごい。え、全然無理。え、帰り早くない？押して離すんですよ、タイミングよく。スッスッって。え、私全然できない。え、やばい、待って待って。え、全然できないこれ。こうです。こう、なんか、え、なにこれ、なにこれ。あ、ポン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 。なにこれ、全然違う。差が、差が、そんな、やばい。え、どういうこと。え、あれ、押せた。ボタン押すんだよ。ボタン押して、あれ、なにこれ。あ、あ、むずい。あ、え、何が何だか分かんなかったこれ。え、すごい、すごい。カーリちゃん、なんで早いの。得意、私これ。すごい得意じゃん。カーリ超早かったけどね。めっちゃ早かったよね。一瞬でしたね。すごい、やばい。え、何が何だか分かんなかったもん、これ。で、なんかこうパッパッてやる。あ、なるほど、シュッシュってね。そうそう、リズム、あ、なるほど、リズムよくね。めっちゃ早かった、カーリちゃん。ちょっと、いや、頑張らない人が。うわ、絶対踊る、あれ。本当だ、カーニバルだ。あ、あ、ほら、なんか、あれ、あ、逆転可能性が。はい。あー、なるほど。うん、なんですか、これは。選べるらしい。本を、君は入手、何でも。そう、君は何でも、そう、気にしなくていいからね。いいよ、もう、私たちのことなんて、私たちのことなんて、いいから、君が幸せだったらいいな。選べた。でも、今まで、はい、一緒にやってきたよね。やばい。先輩の秋が1年半かな。じゃあ運に任せますね。おー、ごめんね、いいの。でもワンチャン7もらえる。そうだよね、そうだよね。そうそう、そういうね、はい、天秤みたいなもんだからね。はい、はい、その観音様。おお、いいじゃん。すごい、すごい、やったー。フラゴ、運が助けになればいいのですが。すごい、ありがとう。優しい、優しい、優しいの。踊る系かしら。また絶対踊る系だね。私の尿意棒にダンスバトルだ。またね。まあね、今日タイトルだからね。もう今日歌って踊って、なんか痩せそうな、ね、確かにカロリー消費、カロリーがすごい今日。あ、リナちゃんとだ。お、じゃあ時決で。ヒーの音ですね。ヒーの音、ヒーの音って聞いたことないけど。リナちゃんとノーヒーなら聞いたことあるんだけどな。立て持ち、これで最後。いや、待って、これでラストですね。いいの？はい、私反応しないよ。もうちょっと立てて。はい、あれ、あ、あ、来た来た来た。あ、あ、来た来た。こうね、
ね、さっきこうやってやつよね。あ、もうさっきと同じですね。こうやってやるからね。あ、任せて任せて。オッケー。あ、そんな強くやなくていいですか。めっちゃ強くやる。かわいい。でも強くやりたくなっちゃうよね。わかる。私も強くやってた。頑張ります。すごい踊ってる。よし、リオちゃん。はい、頑張ります。ノヒ。はい、頑張れよ。踊ってる。はい。はい。はい。あ、あれ？なんか聞かない。は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 い。あれ？はい。あ、やつ離れれば？はい。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 あれ？なんか話してる感じ。なんか。はい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 。あ、ごめん。はい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 。あ。はい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 。早取りです。はい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 。疲れた。はい。もう疲れた。肩がやばい。は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 い。いい勝負してる。はい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 。あ、違った。はい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 。疲れた。疲れたよ。ということでね、あっという間にね、はい、そう、あっという間でした。ゲーム、カードゲームとね、カラオケと、はい、そしてテレビゲームとさせていただいて、すごいいろいろ企画が盛りだくさんでしたが、はい、ということであっという間ですが、エンディングのお時間です。はい、はい、ということで、じゃあランキングの方をね、そうですね、呼んでいきましょうかね。はい、大丈夫かな。あ、ごめんね、更新できなかった。あ、いけた。あ、ありがとう。はい、で、ということで、はい、タイプランキング読んでいきましょう。10歳の方から、はい、はい、10歳の方から読ませていただきます。うん、マリアさんからいきます。どうぞ。はい、はい、10歳がてっぺあとワンタンさん、ありがとうございます。すいません、ちょっとください。あ、でも更新した方がいいかも。更新した方がいい。更新っていう、あ、更新ボタンの方を押した方がいいのかな。大丈夫かな。更新しました。失礼しました。はい、はい、
ありがとうございます。ありがとうございます。12位突破Q さん、ありがとうございます。ありがとうございます。11位ヨッタさん、ありがとうございます。ありがとうございます。10位イチタさん、ありがとうございます。ありがとうございます。9位が、はい、セッテンガーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。8位ミーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、ごめんなさい、あ、気持ち悪い、あ、7位しんいちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。6位ひささん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位ですね。はい、5位がかめちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位せつなアットワンターさん、ありがとうございます。ありがとうございます。3位マリナのゲボクさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして第2位たかしアットナッパミンさん、ありがとうございます。1位がケイアット新潟さんということで、ありがとうございます。ありがとうございました。上位5名の方が、はい、はい、チェキプレゼントとなりますので、はい、よかったらお待ちください、はい、ありがとうございます。楽しみに。あっという間でしたね。はい、あっという間でしたが、どうでしたかりんなちゃん。すっごく楽しかった。あ、よかった、嬉しい。よかった、嬉しい、はい、なんかゲームに対する不安はちょっとあったんですけど、うんうんうん、でもカードゲームもできて、機械のゲームもできて、うん、何より先輩方の歌を聴けたのがすっごい嬉しくて、いやいやいや、そっくりそのままお返しする。そうだよね、私も良かった。良かった、本当に。最初で最後の出演になったものなので、うん、あ、そっか、もう本当に大切な思い出になりました。あ、よかった、よかった、ありがとう、来てくれて。じゃあ最後なので、せっかく、じゃあスクショタイムで終わりましょうか。はい、1枚でも何枚でも撮っていただいて、うん、ありがとうございます。バレンタインっぽいのハートかな。確かに、はい、お、いいですね。あ、はい、素敵。ちょっと寄りますね。はい、寄りましょう。あ、待って、あ、こうか。撮りましたか。はい、どのカメラだ。真ん中、 あの丸いカメラです。あ、丸いカメラ、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。撮れましたかね、皆様。撮れましたかね、うん、ありがとうございます。次回の NGT48 ゲーム部のゲームルーマー配信日はまた決まり次第、NGT48 の X などでお知らせさせていただきます。お見逃しのないようにチェックをよろしくお願いします。よかったらハートボタンを押していただくと通知がいきますので、フォローしていただけると嬉しいです。はい、それでは以上、NGT48 のゲーム部がお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。またね。また。